日わからない動画。今日は原木栽培の玉切りをしますわ。おまけはアレルギーの話。はい、行ってみようか。はい、アブさんです。ですね、今日はホダニというか原木栽培の木を切りたいと思います。どうもね、クルミなんだか漆なんだかわかんないですけども、切らないとあれなんで切ります。出ましたね、お仕事リバグね。今年はですね、10月の中頃に漆というか何がアレルギーか、まあよくわかんないですけども、最初ジンマシンみたいになったんですよね。顔がパンパンに腫れて、これも木切ったのがいつだった、15日あたりに切って、木曜日20日あたりに病院に行っちゃったんですけども、病院に行く前にはなんていうんだ、ジンマシンの分の、なんて言ったらいいんだけど、赤い斑点がなくなってるの。その後に、まあ調べたらば、漆じゃないかということになったんですが、実際のところ本当に漆だったのかもわかんないですけども、一応パッチテストでは漆度、なんだっけ、異常度半の木だかっていうので反応が出たみたいですけども、食べ物の方では全然削り検査では出なかったんですが、まあ昔からね、疲れてくると唇の周りが、唇がブチブチと何か出来物みたいになって痒くはなってだったんですよね。まあそれが何なのかは分かんないですけども、とにかく花粉のあれはなかったみたいですが、とんでもみんなスギ花粉になると私も鼻水が出ました。声が漏れするぐらい腹の具合が悪いぐらいなったんですが、どうもスギではないんです。
また日本一わからない動画を作ってしまった。察する心、汲み取る心、ない人は一生わからない動画でよい。ですね、過去動画の3年ぐらい前のハローテレパシーとかサラス系 YouTuber に物申すというのを見れば、3年前に、私が予想した動画がありますので見てください。よろしくお願いします。はい、今日のラボタンベースの収穫は、よいしょ、何個だ、これぐらい、これが何個だ、10個ぐらいかな。はい、椎茸です。何個だ、椎茸です。はい、こっち何個です、30個ぐらいかな。たっぷり雨降らないんで大きなのと茶っこいなのがあれになりましたけども、はい、ナメコです。絵に見ますかね。はい。はい、今回は以上になります。ありがとうございました。よいしょ。